こういうあの絵はあのシナリオが出来上がってから、ほとんどそうですけどね、シナリオを書きながら書いてるやつもありますね。書きながらここのシーンはどうなのかなってなんか書き損ないのね、あの紙にこうなんか時々書いてるの見つけたりするから。お上手ですね。ね、お上手ですね。え、上手ですね。いやー、うまいと思わないよ。いや、そうですか。僕はまあでもね、これも不思議なあれでね、まあ昔は僕絵描きになるつもりだったわけでしょ。で矢の勉強してて、夢はパリでね個展開く夢だったわけ。その影武者でこういうもの描いたら梅原さんが面白いって褒めてくれて、でカルダンがね気に入ってくれて向こうで展覧会開いてくれたんですよ。でルーブル美術館から人が来て講演してくださいって、いや僕は絵描きじゃないんですよっつってで変なことで望みが叶ってるんですね。でね、梅原さんと話しててね、面白いって言うんですよ、あんたね、って。なぜ？要するにね、その時2人でいろいろ話したけど、うまい絵描こうと思ってないわけね、僕は。え？この、ただこういう感じだってことをスタッフに教えようと思って、ただ一生懸命描いてるだけでね、その、うまい絵描こう、それが面白いんじゃないかなっていうことになったんですけどね、梅原さんと話してて。だから随分乱暴だしね、その乱暴な描き方してるけど、まあ丁寧に描いてるやつもありますけどね、あり合わせのもんで描くからね、そばにあるやつで何でも描くから、もういろんなものを使って描いてますからね。